さあ、ここからは一番高いものを見せてくれませんかのコーナーです。はい、お店や施設で一番高額なものを見せていただこうという企画。担当は RSK の元気印宮武アナウンサーです。今回紹介するのはおもちゃということで、はい、高額商品だけでなく面白い商品もたくさん登場するそうですよ。私このコーナーの VTR をスタジオで見るの初めてなので、ちょっとなんか怖いです。怖い怖い何が怖いんですか。宮武さんがどこまでまあそうかもしれないです。どこまで楽しみだけどね、はい、今更どうしようもないですからね。そうそうそう、まあ、どこまで行ったんでしょうか、はい、ご覧くださいどうぞ。高いもの案内人宮武翔吾、今日は岡山市内のこちらの店着きました。うん、100円ショップ、トイザラス。あ、トイザラスか。あ、おもちゃ屋さんか。それ100円ショップなわけないよな、全部100円だもん。だってそうそう、高いもの100円だからな。でおもちゃ屋さんそんなに振り幅あるんかな、おもちゃの。宮武がお邪魔するのは子供たちにとっては夢の国、トイザラス。一体何をしでかすのか。RSK の宮武です。あ、よろしくお願いします。西山です。副店長さんなんですね。副店長です。はい、もう誰もがなれる副店長です。どういうことですか誰もがなれる。まあ、所持長に置いといてもらって大丈夫。所持長があるんですね。おもちゃ屋さんといえばトイザラスさんじゃないですか。もうその当たり前じゃないですか。決まってますよ。決まってますよ、はい、うちです、うちです。来てください、来てください。思ったより軽い人だすいません。いやいやいや、ありがとうございます。販売しているおもちゃはなんと10万点以上。業界屈指の品揃えを誇るトイザラスの高額商品とは。多分相場5000円ぐらいで、一番高くても1万5000円ぐらいじゃないかなと思ってるんですけど。なるほどなるほど、はい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 、そうきましたね。いやいやいや、大丈夫です、わかりました。もう全然大丈夫です。何が大丈夫なんですか。一番高い商品、当店のものをご説明させていただきます。高額商品の前にまずは一押しの商品を教えていただく。まずこちらです、はい、こちらプレイポップっていうトイザラスオリジナルの商品となっております。出た、商売に走ってる。オリジナル最初できます普通。もちろんです、もちろんです。世界中のパーティーゲームを集めたプレイポップシリーズ中でも一押しは、一押しはこちらの商品ですね。まずふわふわお魚キャッチっていう商品ですこれ、いやいや、これめちゃくちゃもうご家族でやっても盛り上がるので、どうですか、勝負しますか。いや、いいんですけどこれ、いやいや、これもう電源入れたらもう驚きなので。驚きなんですか。はい、もうびっくりします。今ペラペラですよ本当に。はいはい、いや、もう待ってください。これもう声持っといてください。これチューブから出てくるお魚をどれだけ多くキャッチできるかを競うゲーム。西山副店長との一騎打ちが今始まる。なんと店長さんが補助に入ってもらいます。ありがとうございます。ここで店長さん。では行きますよ、スタート。さあ、電源が入りました、はい、さあ、魚が飛び出してくるのか。はい、はい、取ります。おー、来た。はい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 、高さで勝ちます。これは難しい。高さで勝ちます。ちょっと待って待って、降りるまでに取ります。市長やろそれ。まだ行きます。待って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 一見いい勝負に見えるが、ちょっと今の物言いでですね、だいぶ下から拾ってる姿が見えたんですけど。物欲しいですか。いや、楽しめました。この点はいいと思う。いや、言いながら取ったらいいんですけど、はいはい、これね、すくおうと思ったらね、軽いから出るんですよ。いやいやいや、これ拾えてないじゃん。これ中に入れてますもん。いやいや、全部拾ってましたよ。だから取ろうと思ったら軽くてこうやって出るんだって。だからそれは泥仕合。いや、これは本当、家族みんなで楽しんで、はい、いいなと思いました。さあ、続いてはどちらに。はい、ではこちらのドミノの商品ですね。これちょっと見ていいですか。これはトイザラスオリジナル。オリジナルでございます。またか。ありがとうございます。こちらただのドミノではない、自分で降りてくれます。へえ。ドミノマシンが自動で並べてくれ、その様子を間近で見ることができるのだ。せーの、ほれ。あー、やっ
気合が足りなかったですね。気合じゃない気合じゃない、だって全部こいつが置いたんだから、この子気合感知するんで。いや、ちゃうやろ。とってもリーズナブルで、ちょっとしたこうお土産にもいいねってほしいね。はい、そうですね、かっこいいですね。さあ、続いてはこちら、トイザラスのオリジナル商品となっております。いや、分かってるって。ありがとうございます。みんな大好きクレーンゲーム、専用のコインで手軽にクレーンゲームを楽しむことができる。せっかくなのでこれが得意だという西山副店長に手本を見せていただく。じゃあ僕緑いきます。嫌な予感。はい、落とさない、はい、落とさない。宮武の妨害で失敗。取らせてくれたの。もう謝ります。よしこのみんな、今のはやめましょ う、 いやもう当たり。子供たちの見本になるべき存在でありながらも、悪質な妨害行為、誰もやらない。良い子のみんなは真似しないでほしい。本当にごめんなさい。いやいや、一瞬すいませんでした西山さん。いや、大人として反省。良い子のみんな真似しないでください。気を取り直して、次、最新の商品ご案内させていただきます。こちらたまごっちスマートという商品になります。懐かしい。僕子供の頃たまごっちものすごく流行ったんですよ。はいはいはい、大人気商品が今なんとこういう風に進化しております。これは何、時計なんですか。なんと腕にはめてたまごっちを持ち歩くことができます。へー、こんなにも進化を遂げていた。四六時中24時間たまごっちと共にという。ああ、卵から帰りそうよ。ほら、しましたよ。カラーだからよくわかる。ほら、生まれた。ジュニア、液晶はカラーに。また画面をタッチしながらキャラクターとコミュニケーションが取れるようになったのだ。ほら、喜んでる喜んでるね。えオンエア日まで、はあ、育ててもらってスタジオでお披露目しましょう。いや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 、ちょっと待って、多分大変ですよ。だってちょっとでも目を離してたら大変なことになりますもん。アナウンス部全体で協力して目を育てたらいいじゃないですか。ちゃんとアナウンス部長に言うてや。ほんまに、お前何遊んどんねんってなるからな。しかも部員巻き込んで。一体どんなキャラクターになったのか、お楽しみに。さて、いよいよ一番の高額商品を見せていただく。果たしてさあ、ね、なんか分かりますか。忘れてた。一つだけ異質なものがある。まさかの BM？ はい、そしてこちら BMWX5 となっております。すごい。こちらが当店で一番高い商品です。憧れの高級車 BMW。細かい部分まで作り込まれ、もはやおもちゃの域を超えた一品。こちらもちろんで、これ動くんですか。動きます。アクセルがございますので、ここ踏んでいただくだけで、なんと、はい、全身だけじゃないんです。こちらバックも可能となっております。これは楽しいですね。はい、なんとLED ランプが光ってた。こちらがつきます。リアルですね。はい、そしてさらに臨場感を高めるためにこちらです。エンジンかかりました。エンジン音がね、さらに、はい、聞こえる。ちょっとどいてもらっていいですか。クラクション、ちょっと待って、ちょっと待って、すみません、ノリノリですね。歩行者妨害。一体おいくらなのか。いくらだろう。え、おいくらだろう。 BM ですからね。こちらなんと35,999円となっております。素晴らしい。 BM 35,000台。はい、そしてなんとこちらトイザラスオリジナル商品となっております。そんなオリジナルなんですね。でもなんかこうロマンがあっていいじゃないですか。そうですね、やっぱり夢を持ってお子様が来られるので、その夢に叶えたいなっていうふうに一生懸命働いております。はい、はい、今日は楽しかったです。ありがとうございました。一番高いものはこれ。こちらです。まさかの BMW。 はあ、いや、いろいろ進化してますけど、うん、それこそあの2人がいいコンビに見えてきたのは私だけですか。いいコンビでした。なんか2人ともちょっと天然というか、大人気なというか、あんまり噛み合ってない感じはずっとしましたけど。1位の商品、あれすごかったですね。すごかった。大人でも欲しいですもんね、本当に欲しそうだった。子供にはもったいないような。乗れるもんなら欲しいです。ね、
そして、はい、途中出てきましたたまごっちですけど、はい、なんと中井さんが預かってる。そうなんです、こちらです。ね、見てください、今ねこちらにいるのが、はい、キュピッチというキャラクターだそうです。キュピッチ、キュピッチです。キュピって顔してるね。はい、可愛いですよね。喜んでるのかな。いや私の時白黒でしたけどね。そうでしたよね、うん、これ結局アナウンス…なんかなった消えた、消えた、はい、アナウンス部のみんなで結局育てたんですかね。これ違います、育てないですよね、はい、私たち名前ってないですよね。誰も触っておりません、ディレクターが育てておりまして、はい、ただ1回目ですね、残念ながらちょっとお亡くなりになってしまった。で2回目にもう1回育て始めたんですけどもまだ大人になりきれてないという。そうなんですよ、はい、若年層、若年層です、まだ、はい、実はこれですね、会話も、ね、できるんですよ。ちょっと会話してみますね。ちょっとなんか、ちょっと宮武翔吾って呼んでますけど。宮武翔吾って呼んでる、なんではいってちょっと怒ってますけど、ちょっと画面見せて、画面見せて、画面、はい、はい、で、喋るの、喋りますね、ちょっと押したら会話ができて声をかけてます。あ、なるほど、で選ぶんですね、うん、おーい、元気、なんかあんま伝わってないね。そう、元気か、うん、ちょっと伝わってないですね。でもうまくいけば会話できます。あ、なんか今喋れます、ね、お餅はどんな味付けて食べるのが好きですかって、うん、ちょっと会話になってるかはさておき、一応最後何味かだけ教えといて。あ、わかりました、醤油。はい醤油なんかあったっけ。いやでも本当にね、面白い商品が満載でしたね、はいはい。次回はどこで暴れるんでしょうか。次回もお楽しみに。一番高いもの見せてくれませんかのコーナーでした。